こんにちは。第5回の、センターシール R の、ビデオを始めたいと思います。よろしくお願いします。今日のタイトルは、デバッキング .NET Core on Linux ということで、.NET Core を Linux 環境で動かしている場合のデバッグを、まあ、Visual Studio でやりたいよね、みたいな。そうですね。うん、はい。ちょっとやりたいです。うん。前回、松岡さんに紹介してもらった、まあ、延長というか。そうですね。うん、僕が最近触ってる IoT Edge が、うん、まあ、手元に関係がちょっとなくて、うん、Azure 上の仮想マシンを動かしてるんですけど、はい、その Azure 上の仮想マシン、まあ、Linux の上で、うん、.NET Core が動いてます。うん、はいはい、で、まあ、開発するときには、今は、まあ、ブリアイで、うん、コードを書いて、で、コンソールになんか出すとか、デバッグするしかないなと思って、で、まあ、できれば、ローカルのビジュアルスタジオから、ネット経由で、Azure 上の Linux の .NET Core を、まあ、止めたり編集みたいなのができないかな。で、ちょうど前回撮った直後、まあ、調べてくれてって、うん、そうですね、まあ、実は今日同じ日なんですけど前回と同じ間が2時間ぐらい2時間ぐらいかかった2時間弱ぐらいですかね、うん、まあ、実質調査1万1時間ぐらいかな、うん、なんかちょっといろいろ触ってみて、あ、いけそうだなってことで、このネタを引き続き、まあ、といってもこれ、まあ、基本的にはこれだけのネタなんで、多分このビデオはそんなに長くない長くならないんじゃないかなと思ってます。希望的な、それ、はい、早速やりましょう。うん、はい、やりましょう。早速やりましょうね。うん、でですね、じゃあ始めようかな。まあ、真っ空からやろうかなと思って、条件としてですね、まず、この、マイクロソフトデブオプスブログっていうところに、まあ、この情報が、その要するに、.NET Core が Linux 上で動きます、それをまあどうやってその Visual Studio の上でデバッグするかみたいなの、まあ、情報が実は上がってまして、まあ、こういうタイトルでググってもらえれば出てくると思います。デバッグ、ちなみになんか DevOps チーム扱いになるんですか、ね、うん、うん、そうみたいですね。僕、うん、というか僕このブログ初めて見たんですけど、うん、そうみたいです。で、まあ、大体ここに載ってるような内容、まあ、今日デモしますけど、基本的にはここに載ってるので、細かいこと知りたい場合、確認したい場合は改めて見てもらえればいいかなというふうに思います。で、情報としては、今、なんかここには、Visual Studio 2017RC がどうのとか、あ、ね、まあ、ちょっと、あ、全然見えてないです。ごめん、やっぱりこっちでやります。はい、ですね、ごめんなさいね、はい、こういう感じかな。ここで、RC3 が、でやるにはどうのみたいな。RC3? でも、まあ、書いてありますけど、まあ、今、現状、さっき試したらできたので、そのあたり心配しなくてもいいと思います。ちょっと細かいバージョンの条件まではわからなかったんですけれども、.NET Core App 2.0 という条件で一応できています。2.0 がまだ正式ではないので、ちょっと細かいバージョンによってひょっとしたら古いとできないかもしれないので、そこだけ注意してもらえればなと。今日から始める場合だったら、まあ、間違いなく今からやる見せる手順でできるはずです。で、細かいというかですね、条件として、その今例えば要するに F5 デバッグですね、ローカルでデバッグするときは普通F5 でデバッグ実行すればそのまま実行できるんですけど、今ちょっとリモートデバッグとしてはまあそこまで気軽ではなくて、少なくともそのローカルでビルドした環境意識をそのサーバー側 Linux 側へ持っていく必要があります。だからまあリモートで、まあ、通常対 Windows とかのリモートデバッグというと、はいはい、ローカルでコード書いて、うん、はい、そのデバッグ実行ですると、うん、はい、そのサーバーに接続して、うん、まあ、デプロイして、うんうん、でデバッグ実行、そうですね、まあ、もうちょっと言うと、はい、デプロイして実行してデバッグアタッチして、うんうん、そうですね、そのデプロイの部分が抜けてるっていう感じですかね。まあ従来から の Visual Studio でリモートデバッグ
っていうのをやったことがある人だったら、まあ、それと同じ感覚であるけれども、まあ、あの普段使ってるようなあの F5 のデバッグで自動的にあの実行もされ、そしてデバッカーも自動的に走りみたいな環境ではないっていう状況っていうことだけは、まあ、ちょっと押さえておいてもらえればなと思います。まあ、今からあのデモするんでそのあたりもわかると思います。牛は眩しいだけでちょっとあの顔見えない状態で続けますね。はい、ということで、まあ、あの ここに細かい情報が書いてあるので、まあ、参照してくださいという話が一つで、まず、ローカル そのビジュアルスタジオの環境2017なんですけど、うん、それが .NET Core 2.0 でビルドできる必要があります。合わせて Linux 側、あの今回は Ubuntu でやりますけど、その Ubuntu 側も .NET Core 2.0 が動く必要がありますと、うん、まあ、これがあの条件になると思います。まあ、ひょっとしたらあの最新の 1.1.2 でも動くかもしれないですけど、ちょっとあの確認できてないので、一応あの確認したのは 2.0 ということでお願いします。で、じゃあ 2.0 どうやって入れるかというと、この、.NET ですね、.NET の正式サイトの方にダウンロード .NET というあのページがありますので、ここから、.NET Core の方を選んでもらって、まあ、Windows の場合は、この Windows、X64 インストーラーですね、あのこれを、ダウンロードして実行してもらうと。で、Linux の方は、まあ、ここになんか、TargZ ダウンロードって書いてありますけど、これは、ここの Linux のリンクをクリックすると、具体的な、ページに飛びまして、で、ここで Ubuntu の1604とかだと、まあ、こんな感じでインストールできますみたいなことが書いてあるんですけど、これ、1.1.2 の話なので、この下の方を見てもらうと、ドットネットコア 2.0 の方はこういうふうに書いてあります。あの今多分あの標準的に使われているのは1604だと思うんですけど、1604だと、まあ、あの sudo apt-get install .net sdk2.0.0 ってやりますって書いてありますけど、これ一応リンククリックしてもらうとパッケージのダウンロードが始まったりするわけではなくて、やり方が書いてあってですね、でここに、まあ、あのスクリプトというかあのコマンドライン叩く方法が書いてあるので、これ順番に実行するだけです。これごめんなさい、1704ですね。1604の場合は、さらに、これを実行し、もう本当にコピペでいいです。あの、Ubuntu 1604、あるいは、あの、それの、なんだっけな、あの、いくつかの、 あの UI が違うバージョンがあると思うんですけど、Ubuntu Mate とか、まあそういうのも全く一緒です。で、1604でスクリプト実行し、そして最後に、apt-get アップデートして、インストール .NET SDK2.0.0 と、まあ、あの実行してもらうと、もうそれで Linux 上の方も環境としては整っていると、まあ、テストはこんな風にやりますよみたいなのが書いてあるんで、まあ、ちょっと走らせてみれば動くことが確認できると思います。これとビジュアルスタジオ側は、はいはい、ビジュアルスタジオインストーラーからは、はい、.NET Core 2.0 って入れないんでしたっけ。ちょっとわかんないですね。あのここからダウンロードするのが簡単ですあのこれで今ちょっと見てるんですけど、はいはいはい、今見てる感じだと、うん、はい、あ、これこの画面そうですね、インストーラーですけど、はい、この .NET クロスプラットフォーム開発をチェックしてあります、はい、状態で、はい、まあ、ここが、まあ、より細かい部分なんですけど、はい、まあ、ないんですね、いつまでみたいなけど、うん、まあ、今現在だとインストーラーではできないので、はい、そのダウンロードして実行手順になります、ね、うん、はい、あ、なるほどね、うん、そうですね、まあ、あの、Windows 環境だとですね、まあ、Windows 選んでいただいて .NET Core SDK をダウンロードしてくださいみたいなリンクがあるので、まあ、これ選ぶともうエグゼあの、インストラーが降ってくるので、もうちょっとこれ止めますけど降ってくるのよ、もうそれ実行するだけです、うん、それで、はい、あの、うん、VS2017 からも使えるような状況になりますと。じゃあここからフルスクラッチで試していこうかなと思います。ちょっとあれかどうですね、はい、ではですね、まず、VS2017 を立ち上げます、うん、はい、来ましたね。で、モズコード入ってます
ああそうですね。まあリシャパも入ってます。はい、入ってます。で、まず、新しくプロジェクトを作ります。あ、すいません、これ今英語版が入っているので、ちょっと日本語使ってる方だと場所が分かりづらいかもしれないですけど、でもまあこれ普通にプロジェクト作る画面なので皆さんご存知だと思います。この中に Visual C シャープの中に .NET Core というサブカテゴリーがあると思います。ここにコンソールアプリケーション、.NET Core と書いてあるね。このタイミングでは、はい、.NET Core のバージョンは選べない、はい、ああそうですね、うん、でこれそのまままずはプロジェクトだけ作ってもらって、確認の方法はこの後説明しますね。プロジェクトで、まあ、例えばテストコンソール、テストデバッグコンソールみたいな感じで、作ります。はい。これあれですよね、英語版にしてるのは、うん、その海外側に一周上げるときとか、そうなんですよ、はい、そうなんです。わかんないですけど、向こうの人たちになんかこう日本語と漢字とか含まれているとかっこいいと思うか怪しいと思うかちょっとわかんないんですけどかっこいいと思うかな、なんかまあどちらにしろちょっと英語の方がいいかなと思って、最近はねちょっとずっと英語環境を使ってて、Windows のこの環境も実は英語版 Windows というか英語でやってるんですよ。でまあこんな感じでいわゆる普通のハローワールドが自動的に生成されていますと、うん、まあ試しにちょっと実行しますね。これはローカルで普通に実行してますね。ビルドして、実行すると。ちょっと一瞬で終わっちゃいますけど。あ、見えた。まあ、見えました。はい。我々には見えました。はい、で、さっき言ってたドットネットコアのバージョンなんですけど、プロジェクト の, プロパティを見てもらうと、こういうのがあって、はい。ここにターゲットフレームワーク、ドットネットコア 2.0 って書いてありますね。もし違うようであれば、ごめんなさい、ちょっと、ここで選んでもらうと 2.0 が選べるようになっている。うん、先ほどドットネットコア 2.0 の SDK を入れてれば、これが選べるようになるはずです。はい。まあ、これが最低条件でですね。で、先ほど言ったように、これからそのリモートデバッグをやるんですけど、これ、今見てもらった通り、コンソールライトラインのハローワールドではハローワールド表示して一瞬で終わってしまうので、うん、デバッグをアタッチしないといけないんですよね、そのリモートデバッグするときに。なのでそのタイミングを作る必要があります。どういうことかというと、例えばPlease アタッチデバッガーみたいな感じでちょっとメッセージを出しておきつつ、コンソールの、リードラインで、でこの後コンソールライトライン、例えば、1+2+1みたいな感じで実際の処理を、やらせるみたいな、まあこんな感じですね。 VR で書くとしんどいんでいやいやいや、VR に慣れてくださいっていうのがどっかから聞こえてきそうですけど、ビムビムみたいな感じで、まあ、まあそれはいいとしてこれで、ここがあれですね、本来やりたかったコードが、まあ、この下にツラツラ書いてある感じで、ここでコンソールで一旦止めさせることによって、そのデバッカーをアタッチするその時間を作っておくという感じですね。まあその意味するとこは、まあ、今から見てもらえればよくわかると思います。これ一応ローカルでもう一度実行してみます、ね、でビルドします。そうするとこうプリーズアタッチデバッカーって出るので、ここでアタッチ操作をします。それはまあ後でお見せします。でここでアタッチした後何かリターンを押すと、そうすると実際の処理が行われると、今また一瞬で終わっちゃいましたけど、それでですね、じゃあ今からこの出来上がったプログラムを、Linux の方に持っていきます。でですね、どこだったかな、テストデバッグコンソール、今こういうソリューションがあって、で CS プロジェクトのファイルがあります。
それから生成された便とかあるんですけど、このプロジェクト の, あのファイル一式を持っていきます。で、そのまま全部例えばですね ZIP で固めていただいてこんな感じで、こんな感じになりますね。ZIP になっています、うん。で、このファイルを持っていきます。今Ubuntu 環境、これはあれですね、手動デプロイ、そうですね、自動が今できないので、今これローカルで Ubuntu の環境を用意してます。もちろんUbuntu は別にどこにあろうが関係ないです。SSH でつながれば大丈夫です。で、この状態で、ここに今固めた ZIP ファイルを持っていきます。これですね、これをセントで持ってきます。そうすると、テストデバッグコンソール ZIP というのが今転送されました。で、こいつは ZIP で、展開しますと、うん、はい。で、そうするとテストデバッグコンソールというフォルダーの配下にありますね、一通り、今転送されました。で、この状態で .net run とやると、今VS 上で作ったコードと同じコードが実行されますね。今プリーズアタッチデバッカー、まあちょっとアタッチシーズンそのまま続けると 1+2 なんか間違ってますねこうどんなコード、何書いたんだ俺、まあ、間違ってたっけ。ああ、出力がないですね。本当ですね。ちょっと面白くないので、ああ、もうなんかいろいろダメな感じがしますこれいけたかな、いけるよな、大丈夫ですね。ちょっと念のためテストしましょう。ちゃんとテストしましょう。で、この状態でちゃんと出てますね、今度は出てますね。じゃあこのコードを持っていけばいいですね。なので、ちょっと今の Ubuntu 側を間違えるといけないので、削除します。手動デプロイですね。そうです。デバッグコンソール。で、こいつの方は、間違う。これね。よいしょ。で、こいつを、圧縮します。できました。で、これを Ubuntu に持っていきます。よいしょ。ちょっと、セント。はい。で、マジックでテストで押すと。こうですね。で、ドットネットランと。そのまま実行するとこういうふうに 1+2=3 と、まあ、簡単なプログラムですけどこうなります。ポイントとしてはさっき言ったように、一旦リードラインで止めていると。で、その間に、まあ、アタッチするという流れですね。で、ここに至るまで、これからやるんですけど、他に準備する条件ってないです。こうやって SSH でつながる状態にしておきさえすればもうリモートデバッグも可能になっています。サーバーサイドで、その特別な段階に、リモートデバッグ用のサービスを上げるとか、別にやらなくてもできます。はい、いけます。で、まず条件は何もなくて普通にまあドットネットランで動かします。で、これでプリーズアタッチデバッカーと今出てますね。この状態にしておいて、こっち側、VS2017 の方で、デバッグの、アタッチトゥープロセスですね。これ選ぶとこういう画面が出てきます。ここで、コネクションタイプ、これですね。ここに SSH というのがあります。まあかなり分かりやすいこんなのがあります。で、2つ目のターゲットとして IP アドレスを入れます。そうすると、まあ、こんな要するに SSH でつなぐとき の,、うんうん、認証情報を入力する画面があるので、ここに、
まあ、あの、あ、パスワードじゃないです。パスワード。ここはのポイントで、SSH の場合のパスワード入れるか、プライベートキー入れるか選べるので、プライベートキーを選べば、プライベートキーファイルを指定することもできます。今回はもうパスワードだけなので、パスワードで接続と。で、そうするとですね、こんな感じで、あの、Linux 上のプロセスが見えちゃうわけですよ。おお、かなりおおって感じなんですけど、ちゃんと見えてますと。で、ここから、あの、目的のアタッチしたいプロセスを選ぶんですけど、.NET というプロセス。あの、Linux の方では起動するとき .NET プロセスが必要になります。なので、プロセスとしては .NET になってるんですけど、.NET run コマンドって内部では .NET exec、まあ、ここに出てるような、まあ、こんな感じに展開されますが、これの、.NET run は .NET exec 呼び出しているので、こちらの方にアタッチします。これ2973のレベルですね。で、これを、出ないかな。はい、なんでアタッチされてる。あ、これかな。あ、そうですね。ここで、タイプを選びます。セレクトを押すと、このマネージド、.NET Core for Linux というのがあるので、これをチェック入れます。で、この .NET Exec のプロセスにアタッチします。はい。ちょっと見にくいですね。こんな感じ。そうすると、もうなんか、あの、普段、VS でデバッグしてるのと同じように、あの、実行状態になってますね。で、ちょっと分かりにくいといけないので、ちょっとここでブレークポイント入れてみますね。今、このリードライン実行中で止まってるはずです。ちなみにここで無理やり、中断ってやると、確かにここの中で止まってますよと。しかもコールスタックもちゃんと見えてですね。これメインから始まって、リードラインの中の方に入っていってリードキーまで行って止まってるみたいなのがこれで見えるわけですよね。はい。で、この状態ちょっとまた動かしつつ、これ今リードラインの中で止まっているので、コンソールの方からこれをリターンをクリックすると、押すと、そうすると戻ってくると。で、実際ブレイクでも止まってますと。で、ラインは今何も入力しなかったので、ちょっと空の文字列が入っている感じですね。で、今からここを実行するというところで止まっている感じです。なので、ここでステップ実行します。普通にステップってやると、このコンソールライトライン実行されたはずで、実際こっちのシェルで見ると確かに 1+2=3 みたいな感じで表示されていると。もういい感じですね。はい。で、これそのまま実行すると、プログラム、アタッチとしては終了して、実際こっちの方を見ると、もう、あの、.NET RUN も終了しているという流れですね。はい。という。なんかお手軽ですね。そう、もうこれだけですよ。だから、アタッチするときに、そのアタッチのタイミングを作ってやる必要がある。今回は、だから普通に。動かしたときに、うん、爆走せずに、あ、そうそうそう、一回ちょっと最初に止まるようなタイミングを作るということですかね。ちょっと今回は検証してないんですけど、ASP.NET Core とかだと、もう普通に、あの、なんていうんですか、サーバープロセスとして動くわけなんで。もともとどっか動いてる状態っていうのが当たり前ですよね。そうそうそう。だから、それは今のと同じ流れでいけるんじゃないかなっていう気がしてます。ちょっと確認までしてないんですけども。なので、まあ、実は、まあ、デバッグは、あの、今までのその、ビジュアルスタジオのリモートデバッグのことを知っていれば、特に問題なくいけるというようなことが、ここ1時間の作業で分かりました。はい。まあ、いい感じですね。まあ、あと、問題は、その、さっき、あの、一旦 ZIP で固めて、サーバー側に送るっていうのが、ちょっと面倒なので、そこさえいければ、まあ、でもそれはあれですね、あの、従来のリモートデバッグに慣れてる人だと、まあ、なんか今までの当たり前の作業だったんで、まあ、その延長かみたいな話で、そんなに困らないから、まあ、でも、あ、そうか、今まで、従来もリモートデバッグの場合は、うん、できない、そう、自分でやる必要がありました。だから、例えば Azure 上で普通に .NET フレームワークで、Core じゃなくてフレームワークで ASP.NET とかやってる人たちも、基本的には リモートデバッグ接続するときには、デプロイされているという前提で接続しに行っていたので、その感覚はあまり変わらない。というか、なんか工夫するんであれば、うん、その、
何かしらかスクリプトで転送するのを、うんうん、ああそうファイル共有仕掛けとくとか、そういうのやってる人たちはみんなそういうことを今までやってきたの流れなんで、まあ、全く変わらないですね、まあ、今後その辺も自動化されればあのリモート あのデバッグと全く変わらない感じでできて、よりいい感じにこうデバッグできるかなと。これはその Windows 側で、ビルドしたものが、うん、Linux 側で動いているのか、うんうん、Linux 側でリビルドしているのかもちょっと分かんない。ああ、そこ分かんないですね、うん、あのドットエットランでスタートしているんで、ドットエットランするとあのビルドが走ってる場合もあるのでちょっと分かんないですね、うんうん、もうちょっと調べない。ああそうですね、はい、ということで、まあ、あのちょっとさっき あのビデオからすると別に短いんですけど小ネタみたいな感じなんですでもなんか今見た感じだと、うん、そのネイティブのところもなんかもしかしたら追っかけれるのかなみたいな、うん、なんかあれですね、デバッカーのアタッチに GDB とかありましたね、そうですね、ちょっとウッとかもね、まあちょっとソースが C シャープというわけにはいかないですね、ああそうそうですね、うん、それはあの確かあの全然終えてないんですけど、確かなんかそのビジュアルスタジオでその Linux の C のデバッグができるみたいな話を以前ありますあります、うん、あのターゲットが C++ だと、うん、For Linux のプロジェクトが確かあって、そのあれなのかもしれないですね、あのなるほど、うん、アタッチできる、プロセスアタッチは共通かもしれない、うん、確かに、まあまあそうです、うん、はいはい、ということで、ちょっと短かったですけれども、第5回の小ネタですけども、多分なんかドットエントコアやりたいんだけど、でもドットエントコア側だとあれじゃないですか、Ubuntu 上で IDE っていうとまだちょっと VS コードが使えるかみたいな話なので、うん、なんでフルビジュアルスタジオが使いたいと思ってる人から見るとちょっとどうなんだみたいなのがあったりするので、今の方法でやればちょっとそのデプロイがね、めんどくさいけど、まあ、そうか、確かに GUI 持ってきて、うん、VS コード上でやるっていうのも選択肢はありますよ、だから VS コードで普段慣れてる人たちはかえってその方がいいかもしれないですね、うんうん、まああちあちでね、あの MS ビルドがうんうんみたいなのがあるので MS ビルドの MS ビルドについてこう何も面倒見てくれないんで、あの VS コード側は面倒見てくれないんで、そのあたりをうんみたいなのはあるんだけど、うん、うん、まあそこさえ除けば向こうは向こうでいろいろ環境が整っているので、そっちに乗っかるっていう方法もあります。ビジュアルスタジオでやりたいという人たちは、まあ、とりあえず今の方法を使えばいけます。あのさっき接続のところで SSH 接続でユーザーのパスワードにつなげたんですけど、あと僕の場合だとその Azure の仮想マシンで使ったんで、キーを使って、ああそうですね、プライベートキーもありましたもんね、あります、うん、あれを指定すれば接続できます、はい、いいですね、ということで、はい、まあ、小ネタですけども、多分これ刺さる人はいるんじゃないかなみたいな、うん、これを聞いて、うん、よっしゃ、ビジュアルスタジオ入れようとか、いや、VS コードを送っていこうかっていうか、なんで出たの微妙かな、喋っといてなんだけど、いや、VS 使いからすると、おおって、うん、刺さる部分はあるかなと思ってます。はい、ああ、そうなんだ、できるんだ、どっちのとこは。リモート接続できるんならいいかもみたいな、そうですね、人はいるかな、はい、はい、ということで、やってみたいと思います。はい、第5回終わります。ちょっと次回何やるか何も考えてないですけどまだ何、まあネタはいろいろあるけどねはい、ということで、はい、終わりたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、また次回。